どうも、料理のお兄さん、リュウジでーす。今回はですね、牛肉のね、クリームチーズ煮込みっていうのをね、作ります。悪魔のようなうまさに天使のようなうまさ、そんな、料理をやっていきます。はい、じゃあ材料説明いきます。まず牛肉、薄切りですね。はい、こちらが 120g です。あとしめじが1パックです。 100g ぐらい。あと玉ねぎが4分の1個 50g ぐらいですね。あとバター 10g、クリームチーズ 50g、豆乳 150g です。はい、それでは材料を先に切っちゃいます。まず玉ねぎですね、薄めのスライスです。そこまで薄くしなくても大丈夫です。結構適当でも全然です。はい、これですね。はい、玉ねぎは切り終わりました。しめじはですね、この石突きのところをね、切ってください。はい、じゃあですね、コンロに火、コンロを火かけます。中火ぐらいで結構です。はい、ここにバターを落とします。だね、バターがね、溶けるまで、熱していきますね。はい、じゃあバター溶けて、きましたら、まず玉ねぎですね。玉ねぎ炒めましょう。はい、ね、さっとね、しなっとなるまでですね、ね、炒めてください。私はですね、牛肉の方も入れていきます。牛肉は今日はね、いい感じに切れてますね。これね、いい感じに切れてるので、大きいのがあったらね、ちょっとね、手でちぎってくださいね。あんまりね、包丁使いたくないので、はい、こんな感じで、こんな感じで、いい感じですね。はい、これでちょっとね、塩コショウをしますね。塩コショウ、パラパラ、コショウですね。はい、いい感じのね、焼き色、をつけていきます。この時ね、火加減で中火ぐらい、強めの中火ぐらいでやってます。はい、で、ここに、先ほどのしめじです。はい、手でね、パラパラと崩しながら入れていきますね。ここでね、しめじもね、少しこう、しなっとなるまでね、炒めていきますよ。しめじにもね、お塩、しめじとしめじにもお塩を少し振ってあげてください。なんでかというとですね、浸透圧で、しなっとしやすくなります、しめじが。はい、そうしましたら豆乳を入れていきます。バーッと入れちゃってください。はい、こんな感じになりますね。はい、あとクリームチーズを全部入れます。コンソメです。はい、コンソメはね、小さじ1と、2弱ですね。小さじ2弱入れました。はい、この状態で、混ぜながらね、少し煮込んでいきます。クリームチーズがね、をよく溶かすようになってますからね。あとね、これはこの料理はね、煮込む、時間によって結構濃厚さが変わってきます。アサリが好きな方は、クリームチーズが溶けた時点で完成としてください。ちょっと濃厚な方はね、少し煮詰めていただいても、すごく美味しいので、はい。で、この料理はですね、さっきね、天使のようにうまくて悪魔のようにうまいですって言ったけど、同じですよ、それね。何が天使かっていうと、これ低糖質なので、低糖質ダイエットしてる方にすごく向いてます。クリームチーズっていうのはね、チーズが、チーズの中でも一番糖質が低いんですけどね。はい、なので、とても、こう見えてね、あと豆乳使ってますから、こう見えて実は結構ね、糖質ダイエット向きなんですよ。はい、それじゃあね、もう爆速で作れましたんでね、煮込みって言ってるけど、ほとんど煮込んでないですね。ですね、これね、結構しめじ1パック使ってるので結構量あります。軽く2人前はありますので、まあその場で食べるのはちょっと調節してください。一応ね、生クリームとか使ってないんですけど、とっても濃厚なんですこれ。で、仕上げにですね、黒胡椒、すごくね、黒胡椒が合いますので、たっぷりめにかけてあげてください。はい、あとですね、彩りに、パセリを少々、かけてあげればですね、こちらで、
天使と悪魔のクリームチーズ煮込み完成です。はい、それではできましたのでいただいてみたいと思います。いただきます。あ、俺ね、マジこれ好き。マジでうまい。これね、ほとんど煮込んでないんですよ。ほとんど煮込んでないのにこんなにクリーミーでこんなにコクがあるっていうのは、まあ、やっぱりこれあれですね、クリームチーズのおかげですね。豆乳もかなり、ここで引き立てるのにすごく役に立ってくれてるので、これね、とろみがすごいんですよ、この、ソースのとろみが、これね、小麦粉とか使ってないんですね。豆乳とクリームチーズだけの、このとろみなんです。これってね、かなりすごいことなんですね。あとね、名脇役のこのしめじがね、ものすごいいいアクセントになってますね。これね、もっとね、おすすめのね、あれ、ちょい足しがありましたね。これです、これ、ちょい足しでこのタバスコ、ね、かけてみてください。これをやるとね、もうビールがね、タバスコをかけるとビールなんですよね。あ、これやばい、これはやばいわ。で、まあ、これだけだとね、あれなので、まあ、僕はおつまみとして食べちゃうんですけども、パンにつけていただいてもちろん美味しいです。あとですね、これ余ったらですね、パスタ絡めてみてください。もうめちゃめちゃ美味しいクリームソースパスタになるので、そういった、使い方もおすすめです。かなりね、汎用性の高い、メニューになってますので、こちらですね、もう本当おすすめですよ、これ。しかもね、これ低糖質ですからね、低糖質。はい。なので、罪悪感の少ないですね、こちらの天使と悪魔の、クリームにですね、ぜひこれ簡単ですので作ってみてください。はい、それではですね、今回のお料理美味しそうだなとかやってみたいなってですね、1ミリでも思っていただいた方はですね、ぜひぜひチャンネル登録、また高評価、何卒よろしくお願いいたします。